え、だってそんなもうはっきりとした声が入ってる動画ってことなんですよね。はっきり聞こえます。お願いします。どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回もですね、もう大人気の皆さん来てくださいました。オカルトスイーパーズの皆さんです。お願いいたします。お願いします。ありがとうございます。すみません、本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう絶好調の皆さんなんですけども、なんかまあね、 YouTube の方ももちろんですけど、イベントとかも全国回ってるんですって。はい、そうですね、もう話題都市で、はい、まあ、イベントさせていただいてて、はい、どんなことされたりしてるんですか。イベントでしか見れない映像だったりとか、わ、面白い、抜けてしまったメンバーとロケに行った映像だったりとか、はい、まあ、あと会談をお話しさせていただいたりとかっていう形でもみんなで楽しむっていうような、はい、そういうこともできるぐらい皆さん多彩なのでね、はい、いやはい、ですけど、はい、本当にね、まあ、YouTube の方もですね絶好調ですが、今20万人、はい、目指して頑張っておられます。はい、ぜひ皆さんチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして今回はじゃあターチャイさん、はい、私ターチャイがちょっと話させていただくんですけれども、島田さんって心霊スポットとかに行く機会だったりとか、まあ、心霊に携わることってたくさんあると思うんですけれども、はい、いわゆる最近のトレンドでいう人コアっていう部分に接触したことってあります？僕の会った人コアは、はい、まあ、号泣っていうコンビでずっとやってたんですけども、はい、20年ぐらい前ですかね、東北のある県で芸人何組かがこうたくさん集まって、ある会館でお笑いライブみたいなのがあった、はい、結構あったんですけど、はい、でその時に会場に入る時に入り待ちをしてくださっていた女性の方がいらっしゃって、はい、島田さんファンなんですなんて言って紙袋をくれたんですよ。はい、で見たらなんかタッパーが入ってたんで、え、これ何ですかって聞いたら、あ、肉じゃがです、作ったんで食べてくださいなんて言っていただいて、あ、嬉しいな、 ありがとうございます、後でいただきますなんてとこう会場入ったんですよ。で楽屋で、あ、タッパーに入った肉じゃが見て、お、こんなんなんだな、なんか嬉しいなと思ったんですけど、はい、なんかちょっとこう、まあ、手作りのもので、まあ、なんかすぐ食べるっていうよりも後で食べようかなぐらいに思ってたんですね。そしたらある一人の芸人さんが、え、それ何なんて言ってきて、あ、今なんかファンの方から肉じゃがもらったんですよね、なんか俺食べてもいい、一口、あ、よかったらどうぞって言って、その方がそのタッパー持ってったんですよ。で箸でこう食べようと持ち上げた瞬間に、あれ、なんか肉じゃがって海苔とか入れるっけみたいな話してて、海苔、え、そんな入れないよねって見たら、なんか黒いのがちょっと入ってて、見たら細かく刻んだ髪の毛が入ってたんです。いや、で、えってなって、え、髪の毛だよねっつって、で、なんかまあ、2つ考えられて、一つはなんか自分の体の一部もぐらい好きでいてくれたのか、ネットで見たら髪の毛って細かく刻んじゃうと消化できずに内臓に刺さっちゃう、で結構危険なことだよみたいな文言を見たんですよ。はあ、え、俺どんだけ嫌われてんだろうとか思って、いや、とそのライブ客席にすっごい俺のことを嫌いな、もしかしたらそのね、内臓に穴開けさせたいって思うぐらいの女性がいるんだと思ってたら、めちゃめちゃ滑りました、ね、ただもうただことじゃないですもんね。テンション上がんないですよね。ですよね、それは。合わせたくないですね。で、僕ツッコミじゃないですか、はい、なんでだよとか言うんですけど、その日に関してはなんでだよめちゃくちゃ気持ちこもってますね。その人にも受けてもなんかもうリアルなんでだよみたいな終わった後、相方からお笑いのトーンじゃねえだろお笑いのツッコミじゃないだろって言われて、ごめんな、今日ちょっとごめんなみたいな感じで謝ったことは、あれはちょっと、人コアですよね。ある人コアですね。怖かったですね。けどやっぱりそういう人コアっていうものって幽霊に勝る怖さもあるんじゃないかなっていう、まあ、やっぱり生きてる人間が一番怖いなんて話言いますよね、うんうん、実は穴開いてたら大変ですしね。そうだね、確かに。で僕たちもやっぱりいろんな心霊スポットに行くんですけれども、まあ、最近ですね、僕もうマリア観音よりも僕の中では怖いと思って、前回ね、はい、もう本当に唯一 NG にした心霊スポットだって話で紹介していただきましたけども、はい、うん、はい、あそこよりも怖いかもしれない。もうちょっとそうですね、
あそこより全然怖いんじゃないかなと僕の中では思ってるんですけど。ほうほう。っていうのもその一コアに直面したのが僕しかいなかったっていうのもあるんですけど、はい、山梨県のですね、とある廃墟があるんですけれども、うん、その廃墟に、まあ、依頼で行ってきたんですけども、まあ、僕たち依頼心霊依頼をいただいてそこを検証しに行くっていう活動をしてるんですけれども、そこで、僕たちのチャンネルで企画がをなんかいろいろ立ててやっていくんですけども、その中に AI 漫画検証というコンテンツを僕たちやってまして、はい、それが今 TikTok で大流行りしているフィルターですね。例えば島田さんをこう撮った時に島田さんを AI が判断してアニメに してもらえるみたいなそういうフィルターがあるんですけども、はい、それをですね音とかラップ音とかしてるところに向けると人が出てくるっていうのがあるんですよ、はい、そういう機能を見てなんかそれ心霊とできないかななんて思いついてやったら実際に心霊スポットをたくさん捉えることができるわけですよ、でこれが面白いなってなって視聴者の方も結構反響いただいてまして、うん、でどこどこ行ってくださいとかここ見てくださいっていうことがあったりするんですけども、まあ、その検証を使ってその山梨県の廃墟に行ってきたんですよ。でいつも通り、そのカメラを向けて一つ一つまあ部屋がたくさんあるんですけども一つ一つ見に行こうっつって撮ってたんですね。で最後というかもう入って2階建てなんですけど2階の部屋を一箇所見て何か出てきてっていうけどすごい音とかはもう常にしてるんですよその建物から。それが霊だって思えればいいんですけどその建物自体の噂がとある宗教団体の住処になってるんじゃないかっていう噂も存在してるので、はい、実際にこの音っていうのはこの AI 漫画で映ってる霊なのかそれとももしかしたらその噂もあるからそれかもな人のせいもあるかもななんて思いながら、まあ、2つの恐怖、まあ、どっちがか分かんないですけど両方の線で考えてロケしてたんですよ、うん、で隣の部屋が扉が閉まってるんですね。他の部屋は基本開いてるんですよ。でこの閉まってる部屋はちょっと気をつけながらロケしなきゃいけないねって話をして扉開けて、はい、中を取ろうと捜索してたらよーしって声が聞こえたんですよ。はっきりと、はい、よーしって聞こえてでもうブワーってもう急いで逃げてでなんだもうとにかく「よーし」っていう霊のかすかに聞こえる声じゃなくてはっきり部屋が反響する音がしてたんで、急いで逃げようということで、まあ、すぐそこを後にして車で、コンビニに行って映像を確認するんですけど、まあ、僕の中では車に乗りつつ絶対人コアであろうとあの声は反響もしてたし人コアであろうと思ってたんですけど、うん、映像で見てもやっぱり人がいないんですよ。はいはいはい。ということで島田さんにちょっとその映像を見ていただきましてこれどっちの線なのかっていうのをなんか一緒にちょっと探れたらいいなそういう機会を設けれたらいいなと思ってちょっと用意してきたんですけど。嫌です。お願いします。あれ、だってそんなもうはっきりとした声が入ってる動画ってことなんですよね、はい、はっきり聞こえます。お願いします。はい、お願いします。頑張ります。はい、よかった。よかった。危ねえ。いや、危ねえ。それ今見させていただきました。危なかった。ダメの線で考えて。ね、今。ダメの線ないでしょ。ですよね。助かります。すみません。よかった。じゃちょっとこちらなんですけども。はい、すみません。じゃあ再生ボタンします。はい。きます。ホテルみたいな、はい、え、こっち？え、聞こえた？聞こえました、聞こえました。え、ゴースト中じゃなくてですか？嘘。あ、TikTok から漏れた音かと思った。はい、はい、けど音出しないよ。
わあ。いや完全に用紙って、はい、中からだったよね。中からですね、うん、中からの、はい、もう一度、はい、真横から聞こえたんですか？真横からでしたね。でこれまあその僕がなんで幽霊の線を疑ってるかっていうところなんですけど、まあ今見ていただいたら分かると思うんですが、あの視覚がそんなにないんですよ、うん、もうね中入ったらもうワンフロアというか、はい、ホテルの一室ですもんね。そうなんですよ。まあバスルームとかとあとはもうね、はい、普通にこうベッドがあるっていうね、はい、部屋しかなくって、そこ別に誰もいなかったですよね。そうですね、バスルームもしっかりとこうやって映していないよなってことを確認してやって、あの声だったので絶対に人怖だと思いながら戻ってるんですけど、よくよく見てみたらやっぱおかしい映像ではあるんですよ。で、まあ、ジョンタが最初気づいた携帯から漏れてる音じゃないですか。はいはいはい。で、あ、そうかもしれないと思って見てみたら音量がゼロになってて、音を上げてったらその声が漏れてくると。だから携帯の線もないしってなると本当にこれは何なんだろうっていう、うん、かなりしっかりと声聞こえてましたよね、うんうん、はい、よし。だからやっぱこれだけ、その日ロケ何人でやってたんですか？パルマとジョンタの3人でまだ行ってきたんですけど。あ、3人だけ？はい。なんか実はまだ他にもいて、なんかその部屋以外のところになんか廊下とかに誰かいて、はい、その人の声なのかなっていう感じですよね。でも本当それくらいの声ですね。誰もいないんですね、はい、もちろん誰もいないですし、本当にね部屋に入ってるんですけど、この部屋からしてるんですよ声は。で外で待ってた2人は隣のかもしれないんじゃないかっていうやっぱり疑ってるんですけども、僕はその部屋で反響してるのも聞いてるので、これはちょっと本当にやばいんじゃないか、うん、マリア観音、前回お話しさせていただいたマリア観音に関しては霊だってはっきり何か言えるんですよ。ただこれがちょっと分からなくて、うん、だからまあね、怖いからこういうふうに考えたいなってことでいけば、こうまあね、中見たらあの落書きがされてる、はい、人が結構入り込んでるっていう、まあ、割と有名な心霊スポットなんだろうなってことが推測できるわけですよね、はいはい、ただ最近やっぱりね、いろんなこう YouTube の方とか一般の方なんかも肝試しにこういうとこ来るじゃないですか、はいはいはい、だから撮影してる時になんか違うグループも実は下に来てて、その人たちの声がなんかこう聞こえてきたのかなとか思いたいんですけど、はい、その日他に人は誰もいなかったんですね。じゃあやっぱ3人しかいないんですか、はい、3人だけの空間のはずです、うん、だとするとなんかその3人の声って感じではないですよね。そうですね、うん、もう一人なんか違うどっかに誰かがいてっていう声の気がしますよね、はい、うん、そうですね。なんか声が聞こえたのはこれが最初で最後だったんですよ、この現場では、うん、ただ物音はいろいろしていて、足音だったりとかパチンっていうラップ音だったりとかっていう、いわゆる心霊スポット、いろんなところで聞こえる音も聞こえますし、かと思ったら、まあ、そこでタバコを吸ってる方とかが多分いて入って、いつもだったらその建物とかにもうバンと捨ててるんですけど、はい、吸い殻を、なんかそこ行ったらね、うん、灰皿にきっちりきれいに捨ててたりとか、とそう捨てるっていうのはその皆さんがじゃなくて、はいはい、あの他の方たちが捨てちゃうことがある、はい、まあ、よくないけどもっていうことがあるけども、はい、そこはちゃんとなんかみんな灰皿があってそこにちゃんと捨ててるっていう、はい、そうなんですよ。なんか自分たちで持ってきた灰皿に捨ててる形跡があったり、うん、あとお皿でご飯を食べてる部屋もあったりするんですよ。あーってなると誰か住んでるとかって思うんですけどね。ただ姿が全くない、これ何なんだろうっていう。あの以前ね、あの自己物件サイトの大島てるさんとなんかそういう場所をねロケで巡るって番組があったんですけど、その時てるさんがおっしゃってたのが、いわゆるこう有名な
廃墟とか心霊スポットは僕は全く怖くないです。知られてない、まだみんながそのあまり中に入ってない心霊スポットの方が怖いんですって言うんですよ。なんでですかって聞いたら、やっぱりそういう場所っていうのは雨風がしのげるから、まあ、ちょっとこう今家がない方がその中で生活しているとか、あと本当に嘘じゃなくあるのが指名手配犯とか、そういう人とかがその中に入って隠れて生活したこともあるから、そんな中入って遭遇したら単純にも命の危険とかあるから僕は怖いんですみたいな話、なるほど、されてたことがあるんですね。ただそこまでとはいかないまでも、今そういうご飯を食べた形跡があるとか、タバコを吸って灰皿に捨ててるってことがあるとすると、なんかここ雨風しのげるからここでっていう人もいるのかな。そうですよね。でもそういう人からすると誰か入ってきたなと思ったら声出さないと思うんですよね。そうなんですね、こっちからね、自分の存在をね、こうバレるようなことはしないと思うし、やっぱあの容姿っていうのがなんかちょっと違和感ある声なんですよね、うん、なんかそうですよね、うん、だからごめんなさい、僕霊感とか全くないんで、はい、ちょっと僕のただの感想になってしまうけど、はい、お願いします。僕はやっぱ生きてる人間の声じゃないんじゃないかって思いますよね。マイクさんどうです？本当にその通りだと思います。本当全く一緒？全く一緒です。全くだったんですね。じゃあもうだって見えるもんね。そしたらちょっとだけ寝てた今聞かれたところだけ聞こえて、ちょっとなんかこの青いライトがちょっと眠気を寝ました。本当かよ。まあね、あのまた夜勤がねあるんですけど、ね、ちょっと大変だ、ね、だいぶ寄り添ってくれる優しい、まあ、パルマさんいかがです？いや僕もこの現場にいたんですけど、はいはい、もう本当に僕は単純にマジで携帯の音が鳴ったんだと思ったんです。あ、もう全員がもうガン聞こえした。思いました。もうちょっと遠くにいたんですけど、もう部屋の中なのか遠くの方からわーみたいな声が聞こえてきて、うわって思ったけど、もうすっごい驚いてるから、これはただごとじゃないなっていう。だから本当それぐらい本当にそこにいる人間が言葉を発して普通に喋ったぐらい聞こえちゃった、はいはい。そうなんですね。でこれをまあ我々動画でもちろん出すわけなんですが。あのその正体を突き止めるために行ったんだろうともう一回行ってこいっていうのがやっぱりあの前回から思ってたんですけど、うん、なんか一番怖いのが視聴者の皆さんそうなんですよ。マジであるかもしれないです。それこれおかすいあるあるかもしれないそうです、ね、おかすいあるあるが本当それで、はい、あの何しに行ってるんだっていう、まあ、優しい方ももちろんいらっしゃるんですけど、うん、無理しなくていいよっていうのがいるんですけど、うん、こんな動画オクラだろうとか、そうみたいなよーしって聞こえて、うん、オクラなわけないじゃないですか。いや絶対、ね、めちゃめちゃ怖い心霊スポットに視聴者の方から言われて、あーじゃあもう行くしかないかって、もう完全にもうなんかどっちが怖いか分からない。いや本当そうっす。幽霊よりもこっちの方が怖くするんですよ。もうそうっすね。それもある種人怖だったりする。いやいや、そういう人怖。そういう人怖。なるほど。はい。そういう人怖じゃないですか。まあでもこれも含めてプロレスというかね、はいはいはい、いい関係性でやられてるんでしょうけどもね。はい、いやーなんかいろんな音を聞きましたけども、かなり鮮明で。はい。はい、音量の方も大きいっていう、はい、そうですね。活動、我々の活動の中でも一番はっきりとした声を、うん、だったんじゃないかなということで、それも、うん、はい、はい、聞いていただきまして、まあちょっとね、まあ、いつか専門家の方にね、はい、解析とかね、音もね、そうですね、してもらって、はい、これがどういうものなのかとかっていうのも分かったらね、はい、面白いですよね。そうですね、はい、そしてまた楽しくなるかなと、うん、はい、いやまた今回も貴重な、はい、映像ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんですね、カルトスイーパーズさん略しておかすい、今20万人目指して頑張っておられます、はい、ぜひ皆さん概要欄貼っておきます。チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけでオカルトスイーパーズ皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。